ったらちゃんと言ってください。マジレッサーです。違います。あなたもちゃんとハル君のことが好きだって言ってください。好き？私がおこのぎさんを？いえ、何を言い出すんですか。私がおこのぎさんを好きって、そりゃ嫌いではありませんよ。寝癖は可愛いと思いますし、声も変声期を迎えたばかりのような初々しさがあって、耳が心地よいと言いますか。そうだ、ベビーフェイスのくせにタバコを吸っちゃうギャップとか、ちょっと猫背なのに実は犬好きのところとか、いつも眠たそうな目とか、好きなところはいろいろありますけど、だけどそんな夏目さんの思うようなのとは違って、そうです、全然違うんです。同じですよ。え？そういうのを好きって言うんです。ちょっと